どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日もランブルスターズサッカーやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとねトロ上げここ数日忙しくてサボってたら、ちょっとねロカランが41位まで落ちてしまったので、ここちょっと上げていきたいなと思いますね。最多で言うともうちょい上なんですけど、ちょっとねさっき負け続けたので、デッキはですね相変わらずこれですね、現環境で今フェイクボールが、1個前のシーズンは地雷だったんですけども、やっぱりフェイクボールね2コストでめちゃくちゃ強いので、まあこのデッキもしくはこのスイカのところカンガルーに してもいいかなっていうぐらいの感じですかね。これでちょっとね、じゃんじゃんマルチ回していきたいと思います。これ基本的には犬パンダそして小田抜きで圧をかけながら、いいタイミングでモムギツネを決めるみたいな感じですね。うわ相当格上ですね。ここは犬に対してはね、あこれもちょっとまずいですね。犬に対しては、小田抜はねかなりいい仕事してくれますんで、あこれ最悪入りますね。危ないですね。あこれ危ないですね。よし行け。よし、ビッグショットさんってねあの押す力もあるんでね。あこれミスったぞ。よいしょ、これはミスってますね。よいしょ、まずい。あこれまずい、まずい角度、まずい角度、危ない。さあこれは大丈夫かな。よし、いけ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 れいけいけれいけいけれ、これはいいファイボ、いいファイボですね。相手非常にいいファイボを打たれました。よし、これはちょっとチロッと転がしといてこっちを処理してしまえば大丈夫と。でここでキツネいけるかな。はい、あー剣な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 よ剣なよ剣なよ。ちょっとダメですね。はい、まあ、これはファイボをちょっと温存できたので、よし、あーやべやべ、あーこれ角度入る、あーやべやべやべ、ちょっとねちょっときついですね。あーやべやべやべ、あぶねあぶね、これ枠には、うっそやばいやばい、これはまずい。ちょっと待ってちょっと待って、同じスナイパーウルフにこんだけ点決められるのはちょっときついですね。ちょっとやることがねえんだよ、やることがねえんだよ。あーうまいっすね、ちゃんと対応してきますね。嫌いですね。よしこれワンチャンいくぞ、ワンチャンいくぞ。よしパンダいけ、ナイスシュート、オッケー。とりあえず、これはオッケーでしょう。そして、こっからですね、こっからですね。で、これちょっと危ないんで、まあ、向こうやっといて、まあ、ワンチャン入ってくれればってところでしたが、あー、やべ、ナイス、ナイスボム、ナイス、爆発がいいぞ、これチャンスだぞ。まあまあ、相手もそれはうまいんでね。で、ゴール前にやりゃまだちょっとどうにかなったけど、ダメでしたね。よいしょ。さあまだ1点差なのでこれはまだ全然いける、まだ全然いける、全然諦めてない。からの、こっち打つから、とりあえずこれで、これを止める。うわーバカ、蹴るな蹴るな蹴るな、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、よしそっちで止まる、止まるからのドン、あー惜しい、ちょっとね威力が、ちょっとねやっぱりこのキツネが弱くなってますよね。あー今のいいシュートだったけどな。こっち飛ばしの危ない、よし、いっとけ、いかねえか、よし、いかねえな、よし、いいだろ、よし、ナイス、いいぞ。から、ちょっともう1点取っとけば、まだ全然可能性はあるので、このタイム、あー、いい地雷、あー、やべやべ、いい地雷置かれた。なあ、くそ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 、いけ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 、シュート、ナイス、オッケー、オッケー、危ねえ、危ねえ、すげえ危ねえけど、なんとかなる、なんとかなるぞ、まだまだ全然いける、まだ、あー、やばい、いかもうスナイパーウルフに3点取られましたね。きついな。やっぱこの辺になってくるとね、もうレベル差2がもううまいっすよね。シンプルに敵うまいっすよね。ちょっと勝てなかったです。でもまあまあまあ、こんな感じですね。とりあえず、圧のかけ方とかが、まあ参考になればってところですかね。で、これ何にもしてこなかったらこれで、OKOKOK。で、まあ、一発蹴ってくれる。あー、フェイクボールがそっち行くのはしんどい。やばいやばい。ちょっとこれパンダを警戒しときながら。あー、やばい。あー、危ない危ない。あぶねえ。あぶねえ、これ。あー、やばい、やばい、それもダメか。くそ。もう、なんかちょっとダメですね。あー、ちょっとこれも危ねえんだよな。ワンチャン危ねえ。
願いします。からの、これで、あー、チョロリンフェイクボールがすぐ決められた。これがフェイクボールのダメな出し方ですね。今の出し方をするとやべえです。はい。で、これはちょっといけるかな。あー、ちょびっとしか当たらなかったけど、ダメージを受けてたので、まあ、相手がね。で、こういう、あー、惜しい、惜しい、惜しい。で、あいつ打ってこないですね。よしよし、オッケー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 。これで仕込めたので、あ、やべ、パンダが蹴るか、パンダが蹴るか。いや、じゃあシュシュシュ、いけ、いける、いける。いやー、惜しい。今のファイト、ちょっと待って、カエル見えてなかったけど、カエルが見えてなかった。ちょっと待って、これ犬からのパンダ、よしよし、まあ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 、犬パンダはね、圧をかけるもんなんで、基本的にほっときゃ入るよぐらいの感じでいいんですよね。あー、上から、上から回れ、上から回れ。よしよし。で、圧かけて、あいつがシュート打つから、よし、これでいけるだろ。あー、蹴るなよ、あれ、うっしゃ、惜しい。ちょっとね、スイカでいこうかなと思ったけど、で、こういう感じで、遅い。遅いよ。じゃあ、こだぬきボムでちょっと決めてみようかな。あ、いや、これはちょっと地雷があるからいい。地雷さえ爆発してもらえれば、まだ可能性が見えるので。つか、もう2点いってんのか。2点いってたらちょっときついな。よしよし。よしよし。これはいける。あー、惜しい。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、それはそうなる。いや、さすがこれはちょっと入れられたくねえから。あ、やべ、下手くそ。下手くそか、俺。おっしゃ、いいパス、いいパス。チキショー、惜しい。まずい。ちょっといいとこが全くない。よし、はい。あ、相手の防御もうまい。ちょっと待って、これ爆発させといて、で、カエルシュート打たせて、で、これ取って、で、カエルに当たりながら、あ、惜しい。よしよしよし、これは入った、これは入った。で、あっちに先に敷いといて、でもどうせこれダメなのは分かっとるから、こっから行け、こっから行かせろ。あー、無駄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 、やばいやばいやばい。これはもうちょっと、もうファイボしかね、可能性が、いや、入れ。絶対無理。勝たれへん。ちょっと2連敗しましたね。ちょっとラスト一戦いきます。早い、マッチングが調節早い。ちょっと待って、これはちょっと本気で勝ちに行く、本気で勝ちに行くぞ。よし、これでこう、入れ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 、よし。あー、入ってない、入ってはないが、まあまあ悪くね。よし、これいけ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 。ちょっとね、苦手ですね、大砲は。よし、これでまあ設置しとけば、あ、ラッキー。あっちにターゲットが行けばいいんだが、よし、これ入るんでしょう、どう考えても。よし、こっからいけるいけるいける、んだ、シュート、あー、うめえうめえ。よし、ただまだある、まだあるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ、入れ入れ。くそ、入るタイミングだったのに、危ない。くそ、ちょっとうめえな、敵の、あの、今最近ね、こうフェイクボールを使ってくのはうまいですね。あ、これ入る説、これは入る説。ちょっとむずいか、ちょっと難しいですね。しかし、あれを敷いといたんで、石になって、よしよし、ナイスシュート。あ、うそ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 、そして逆に危ねえ、危ねえ。くっそ、もうなんかちょっとうまくいかねえな、いろいろうまくいってねえ。とりあえず、フェイクボール敷いて、よしよし、オッケーオッケーオッケー。あれはターゲット取ってくれる位置なので、オッケー。ただ逆にこっちが危ねえから、よしよし、これは大丈夫でしょう。からこっちにバスだ。おい犬、おい犬、おい犬、おい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 、これから、あー、やべ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 、何をイチャついとんだよお前。危ねえ危ねえ。あー、これは無理っすね。よし、まあいい、ここから、組み直していこう。あ、やべやべ、でもこっち飛ばしいの。あー、やべ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 、ひどいひどいひどい。やっぱね、フェイクボールマジ強いですよね。フェイクボールが今マジで強い。一回も勝てなーい。まずいね。もうちょくるりんぱしてくれりゃありがてんだが、うわー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 、やべやべやべ、いいとこが全くねえ。もういい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 からいいからいいから、もう、よしよしよし、からで、で、あー、いいいいボム、いいボムだけど、ボム使いました。あー、オッケーオッケー、ボムを贅沢に使ってきた。よし、これはいくだろう。よし、ドーン、
これはもう今僕ね両方とも使ったんでね、それはいけますよね。からのよしよし、いけ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 、よし、あぶねあぶねあぶね、これはもうちょっとあのフェイクボールのたたりですね。今のはフェイクボールのたたりなんで、よし入れてけ入れてけ入れてけ、決まってけ、危ない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 、もうマジで勝てないんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。一回も勝てなかったですけどもね、これ何の動画なのってなったら、まあちょっとトロ上げ失敗したやつの動画ですね。なので相手あ、まあフェイクボールの使い方とかね、じゃあお互いちゃんとしてたんで、今フェイクボールに関してはちょっとまあ参考にちょっとでもなればなってところですね。フェイクボールは基本的に垂らしとくとキーパーがずっとターゲット取るんで、でそのフェイクボールに対する対応ですね、その辺も今相手非常に3連戦全部うまかったんで、その辺参考にしていただければと思います。まあ僕が下手なのはまあもう差し置いてですね、まあ相手のそのフェイクボールの対応の仕方とかがわからないという声がね結構ありましたんで、そういったものに参考していただければと思います。ということでまたね、ランブルスターズサッカーどんどん今ね、なんかこう世界大会みたいなのに日本代表として参加するかいみたいな、なんかそんな話にもなってるので、そういった動画もどんどん上げていこうと思っております。ということでちょっとでも面白いと思った方、参考になったなと思った方、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。